こうありたいということはないかな。吉高由里子ミーツエッセンシャルイネルジャ。理想の自分にこだわるのはやめちゃいました。ありのままの自分を受け入れられるようになった瞬間があって、自分を信じられるようになったら、強くなれたっていうか、嬉しいこととか楽しいことにフォーカスを合わせてる方がいいかなって。誰よりも楽しみたいし、誰かの笑顔も見たい。それが今の原動力かも。ちゃんと心って生きてますね。今の自分を染み込ませながら豊かになっていきたいなって。あなたの肌に保湿体力を、エッセンシャルイネルジャ。みずみずしさ湧き上がる資生堂が生み出した新しい保湿体験。気づいてきた自分を信じてこう。